はい、おはようございまーす。話聞いてね。話。ちょっと、何日ぶりに私話してんの？聞いてくんな？みんな好き勝手話してるけどさ。ほんとやな。全然話聞いてないな。ねえ。ただ私出ないんでね、出ても、何も喋んないしね。非通知でかかってきても、あ、全然喋んなが、うんともすんとも言わない気持ち悪いんだと思ってる。で、一回さ、出てさ、ナナちゃんとか言って、私ブチ切れたことあんだよね。ナナちゃんじゃねえよ、この野郎。つったすいませんとか言ってな、ね。いや、すいませんじゃねえよ。どっから番号聞いたんだよ。つったらさ、いやーって、ネットで調べてって、調べてんじゃねえよ。切れよとか言ってさ。もう二度と電話しませんとか言ってさ、ブチ切れられたことあるけど。ね。そうだ。いや、強気だよね。だってね。いや、何なのって、要は何なのって、かけてくんだが、なんか、要はあるんでしょってさ、いや、何もないですって。特に喋んない。喋りたいだけで、なんか特に内容はないんすよ。うん、だったらかけてこないねって、DM の LINE でいいじゃん。メッセージで。そうじゃん。で、うちのリスナーはね、片やね、こういう画像が届いたんですけど、なんかお誕生日会をね、リスナーさんが開いたら、ね、こういう人たちが待ってたってやつね、これびっくりなんでみんな。覚悟してみてね、この写真。モンジュリリスナーはこういう人たちだっていうことをね。こんな写リスナーさんの誕生日会なんだって、これ。すごいっしょ。やばいだろ、これ。びっくりしちゃって、おじさん。ねえ。すげえよな、うちのリスナーな。すごいっしょ。もう、度肝も抜かれたよ、これ。宗教かよ、つんだな。お誕生日おめでとうございます。ちょっと今年はね、コロナだかな、直接ね。お祝いできないんですけど、いつもね、うちのお母さんとか、あと、私の誕生日の時にね、お花くれる人たちの、ね、おめでとうございます。また一つババアになったわね。え？また一つね。一年経つごとにおばさんになってくるんでね。私もおじさんになるけど。ねえ、会えたらいいんだけどさ、ねえ、リアトツマチもね、大々的なのできないし。おめでとう。うん。毛先の部分がヘアレスキューしたんで、ヘアレスキューってみんな知ってる？昨日私通販行く前にやったんだけど、ヘアレスキューって知ってる？知らない？美容室でやるトリートメントを家でやったんだよ。集中的にトリートメントするやつね。3個、トリートメントやるんだけど、このヘアレスキュートリートメント、これ美容室専用のやつなんだけど、まず1液をつけて、で、2液つけて、3液つけてくってやつね。これヘアレスキューってやつなんだけど、うん。こういう傷んだとこをちょっとね、保湿してくんだよ。美容室でやるトリートメント。だいぶ、ほら見てごらん、髪。今ちょっと濡れてるけど、だいぶ戻ったでしょう。ここをコーティングすんだよね、傷んだとこね。ねえ。だから美容室は嫌いだっつってんじゃん、しつけえな。だから行かねえんだろ？うるせえな、ガチャガチャ。ヘアレスキューぐらい知らねえのかよ、つんねん。ダッセーな。え？時代の最先端、私。この間もね、ツイッターをリスナーさんの見てたら、私の真似してんすよ、また。このね、トレンドウォッチャーの私の真似をしてたの見た、みんな、あれ。で、私のインフルエンサーとしての力ね、また時代を先取りしちゃったんだよ。え、見てない。最近の若者はプリクラを撮らないでね、証明写真で写真を撮るっていうね。もろ私やん。ね、インフルエンサーだろ？前からって言うけど、あなたたちはじゃあさ、撮るの？
取らないでしょ。そうやってさ、知ったくすんのやめてくれ。知ってるけどやってんのって話よな。だってあの、ナオミ・キャンベルだって、私のもね、あの、防護服ファッション真似したし、ね、渡辺直美だってね、私の雑談スタイルを真似してるしね、この座りながらやるっつうの。あとなんだっけ？この間あったの。なんだっけ真似されたの。ね、あの、痩せるね、耳のやつもね、キンキギッツも真似されたしね、クリスマスツリーの。ねえ、紫色の髪の毛だってね、最近真似されたしね。そうでしょ？じゃあさ、インフルエンサーじゃなかったらこういうのとかもらえる？普通の人もらえねえだろ。悔しいんだろ。こういうのタダでもらって。私は影響力があるからこういうのタダでもらえるんでな。もらえねえだろ。新作を。どうだよ。え？どうだっつってんだよ。あ？どうなんだよ、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 どうなんだよ。ね、若い彼氏もできて、別れてさらにね、19歳と遊んでるっていうね、現実。ごめんなさいね。オカマのおじさんモテモテでごめんなさいね。みんなは、そんなね。出会いもしないし、ね、抱かれることもないと思いますけど、すいませんね。うん、人生楽しくてすいませんつうの。ね、楽やれ、苦があるじゃないんだ。私楽ばっかしてんだよ、人生ね。うん、人生、楽、楽、楽してるっての。ね、ゲテモノ枠じゃないでしょ。いや、これに反応するってことでみんなね、今盛り上がって反応してるってことは図星ってことだよ。で、何回言われてね、何も思わなかった、何も書かねえじゃん。ね、こんな盛り上がってるってことは図星ってことはみんなね、ひーって、悔しい、おばちゃん悔しいってね、あばずれ悔しいみたいな。体調は大丈夫なの？ダメ。ちょっとさっきからピリピリしてる。ちょっと無理やり感があるでしょ。みんなはなんか沢田健二言うんだけど、ちょっとあの、大体の人がわかんないと思うけどね。この帽子もあの、紹介したんだけどな。やばくない花が喜んでる。歓喜の歌を歌っちゃってる。ちゃんちゃん、ちゃ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 んちゃん、ちゃらららら、ちゃんちゃらららら、ちゃちゃちゃ、ぺっぺー、ぺぺ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 ってな。全然乗り違くない？ほら。やっぱホルモンが出てくんのかな？ハリが出てるな。やっぱ男はいいね。エキスが。何のエキスよりもやっぱ男のエキスって感じ。だってチークとかも練りチークとかにしない？みんな夏とか。あ、逆なんだ。粉の方がいいの？そんなにさ、メイクのベテランがいるか、ここに。いるんすか？バカ野郎。ほんとに？知ったかじゃないの、また。そうやって。はめてんじゃないの、私のこと。はめおばさんがいっぱいいるよね。何年前の知識？いや、めっちゃ綺麗。どうしよう。何この肌。マジやばいんだけど。これやっぱ、あれかな？若いエキス効果かな？すんげえんだけど。見てごらん。これなんもね、補正とかかかってない状態だよ。こうやってね。としおくんって何？としおくんって。おじさん何でもできちゃうんだよね。リクエストあれば。何でもできちゃうんだよ。あの、意外とね、ゲイに飛んでるからさ。ゲイ持ってるオカマだから。ゲイだけにね。何でも言われたらできちゃうんだよね。ブナマヤちゃん、
あ、これサングラスかけてますけど、ブレメン的には違うんですよ、これ。病院に行ってきて、違うんですよ、これ。で、リスナーさんたちに、いろいろ聞かれるんですけど、サングラス、やっと取れたみたいな、みたいな。あ、そんな変わんないね。そんなに変わんない。ちょっと増えた、0.1 グラムぐらいかな。停滞期かな。まあ、あともうちょいだね。ちょっと先週マックも食べちゃったしね。牛丼も食ったかな。いや、髪縛るのはいいけど、話を聞いてる？ねえ。今聞いてました。縛るのはいいけど、セットをしなきゃダメだよって言うのね。ただ縛るだけじゃだらしないじゃん、ボサボサね。そういうとこだよね、美意識が足りないっつうの。ちゃんと髪の毛をストレートにしたから結んだ方が綺麗だろっつうの。よし、まずご飯、ご飯炊きまーすね。ねえ、なんかお釜の中臭いんだけど、これなんだろう。牛の裏みたいに大丈夫かな。一回洗おう。なんで臭いんだろうこれ。生乾きみたいな。一回洗うよ。洗って洗って、4人分ね、4人分。大丈夫、匂い取れた。流したら取れた。これね、3号大丈夫だから。ここ3人前。はい、3号。はい、オッケー。オッケー。まず梅ね。これお弁当用の梅。あと唐揚げの粉。卵。唐揚げの粉もう1種類。ピーマン、パプリカ、ウインナー、ほうれん草、唐揚げの素、素じゃない、肉。あとハンバーグ用。ポテサラ、これ私のね、好み。餌で、玉ねぎ、玉ねぎとトマト、ミニトマトね。これでいきますね。はい、これでもう肉パリパリって入れとこうね。こうやってね、こうやってね、それもうぐちゃ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 ってね、ぐちゃぐちゃって、もうこれブスブスってやっちゃっていいんで、ブスブスってね。別にな、使うからね。で、ガーリック味があるから、今日ガーリック味にしようかな。これ半分入れちゃえばいいんで、これダーッとね。で、うまいでしょな。で、これ水入れればいい。水でこうやってね、水入れてケッケッケッとでね、ね、ね、本当にあれだよね、知らない人たちが多いよね。シャシャシャっと、シャ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 っと、シャ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 。ちょっとごめんね、今日はアングルはちょっとしょうがないんで遠いと思うけど、今日は間に合うか間に合わないかの勝負なんでね。スピード重視にします。見せるよりね。そう、見えなくてもごめんなさい。こうやってね、こうやってね、私のほぼほぼね、背中が見えると思いますけど、ほぼほぼね、ほぼほぼ背中をお楽しみくださいって感じね。お酒も入れない。こうやってね、ギャッギャッギャッと、ギャッギャッと。火が強め。そのね、最近ね、このね、なんかね、フライパン焦げやすいっていうか、めっちゃ焦げつくんだよね、これね。そろそろ替え時かも。これもう結構使ってんで、結構ね。
係ねえだの。紙なんて。関係ないっすよね。なんかこれやっぱくっつくね、ほら。なんだろうこれ。卵が少ない。うわー、入れすぎちゃった。ちょっと待って。じゃあね、今ね、なんか斜めから作ってんのよね、私。相当やりづらいよ、これ。こうなんすの、まっすぐ、こっちに来ればいいんだな。こうやればいいんだ。こうやってやりやすいね。こうやったらまっすぐなるかな。ほら、なんかくっついちゃうな。これちょっとあれだね。OK。でもそのまま炒めちゃいます。もう魚つまみ一緒に入れて、全混ぜ全混ぜ。よし。いやー、なんか玉ねぎが燃えてる。やばいやばいやばい。ピーマンが燃えてる、ここで。まあいいや、これ、横に置いとけ。醤油、これあるね、ここに。高い醤油。こうやってね。こうやって入れてあげればいいんだよ、ここの分ね。で、こう入れまーす。で、ほうれん草も入れまーす。普通ね。はいはいはい。ちょっとほうれん草少なかったから、まあいいや。おいしょ。ミニハンバーグの完成。いいんじゃない？ほら。おいしょ、これ。焦げちゃうもんね、これ以上やるとね。で、次、もうこのまんまね、唐揚げもいっちゃうんでね。唐揚げも。あ、やだ。大丈夫、油でね、油で除菌。油で除菌。パワーで。油パワーで除菌。もう何言ってんのか分かんなくなってきた、暑すぎね。マジ地獄。あ、やだ。あ、カリッカリ。カリッカリのができましたね。カリサクフワだね、これ。いいんじゃないですか？カリッカリ。このぐらいにしとこうかね。おにぎりはちょっとさすがに、いきなりおにぎりはあれじゃない、きついんじゃないの？みんなが言う通り。ダーンってなればいいからさ、とりあえずね。こうだよね。こういう感じでね。みんな。こう入れるか。卵焼き。卵焼きも一個足んないな。この端っこでもいいか。これでね。きんぴら。これがちょっと不安なんでね、辛くてね。辛
辛いんだよ。本当はね、のり弁みたいにしてあげたらよかったんだけどな。のり弁だったらうまそうだったね。いや、めっちゃうまそうなんだけど、見た目は、見た目はグーじゃない？間に合った。1時間半かかった。完成でーす。ウーバーナナのお弁当完成でーす。こちら唐揚げ、エビフライ、ハンバーグ、ほうれん草とコーンのバター、あとツナとインゲンのマヨネーズ和え、卵焼き、ウインナー、あときんぴら、ピリ辛、超ピリ辛きんぴら、完成でございます。すごい。なんすか、水。あ、ありがとう、ごめんね。なんか、やっちょくんの家のあれみたい。ね。やっちょくんはでも、4枚とかあるじゃないですか。そうそう。私は1枚だけだからね。求心買ってきました。え、なんで知ってんの？なんか朝コメントに書いてあったんですよ。マジこれ高かったでしょ。お、全然なんか。え、いいよいいよ、これ。みんなとね。せいろがん買ってきました。あ、お腹？なんか、なんかせいろがん買ってけってコメントがあった。みんなお土産付きね。セロガン。これ何、いただいちゃっていいの、こんな高いの。あ、全然大丈夫。わお。ありがとう。なんでセロガンなのかわかんないですけど。あれじゃない、私よく漏らしちゃうからね、多分ね。ああ、そうなんだよ。なるほど。あ、そうですね。一応お邪魔しましたけど。はい。じゃあ、ここから。バラエティチャンネルの山ちゃんです。ダスです。ダイスです。声聞こえてんのかな、この辺りの奥。売名じゃないから、私が頼んでんの、今日は。みんなで勘違いしてるけど、私がお願いしますって今日言ったのよ。はい、はい。急にね、昨日ね。ああ、そうですね。イベントを食べに来てっていう、お呼びしてるんで、みんな。全然。ラグガール、うっせんだよ、これやめごめんなさい。そういう変身なんで。全然すげえ。こういう感じなんで。まあ、何上を。いつもそういう感じで。そうそうそう。大体ね。ああ。なるほど、なるほど。朝ごはんは食べてきたんですか？食べてない。食べてない。マジ？何も食べてない。でもみんな食べれない派じゃなかったっけ？朝食べない派。朝、まあでももうそろそろ昼なんで。もう昼なんで。でもさ、みんな好みが違うかなと思って、はい、山ちゃんは野菜嫌いでしょ？あ、嫌いです、ね。多分、ダッスはイメージだけど、はいはい、和食が好きだと思うんだよね。なんかもう好き嫌いないっすね。あ、ないんだ。はい、ダッスは？俺も何でも食べます、ね。あ、女も。おぉー。そんな話？素晴らしい。まあまあまあ、それもそうですね。それもそうですね。いろいろね。ストライクゾーン広めてみんな雑食ってことだよね。まあまあ、そうですね。僕、肉食っす。肉だよね。だから肉を多めにしたんで、今日は。ありがとうございます。ちょっと持ってこようかね。いや、そうですけど。ちょっとごめんなさい。ここ？え？ここ？大丈夫。みんな男でしょ？ええ。いや、まあまあ、確かに。1時間半ですか？すごくないっすか？いやー、本格的だ。すげえ。おお、すごい。おかずの種類がすごい。でね、ちょっとちょいちょいおかしい味付けがあるんで、ちょっと慌てて作ったんで。いやいやいや、めちゃくちゃすごいっすね。普通にマジガチガチの弁当っすよね。ごめんなさい。ええ。あ、ごめんなさい。ああ。そんな映ってねえしね。危ない危ない。カメラ外で。事故。ええー、でもなんか緊張するな。3人に食べさせたことないからな。うん、そこのライトに今突っ込むのかな。俺は突っ込まない、突っ込まない。危ない。さっきの足みたいに、それもなんかわざとやってるのかなと思って。いや、わざとじゃないんだ。おっちょこちょいっていうの。ああかわいい。ええ、じゃあ、あれかな。はい、そのまんまじゃあ。いただいちゃっていいですか？いいですか？いいですか？もうちょっと置いとく？いや、どう、え、どうなるか。置いとく？置いといた方がいいんすか？なんか味が染み込むじゃん、多分。ああ。そうなんですか？そういう感じなんですか？そうなんですか？いや、どうなんだろう。いや、でもせっかくなんで出来たてなんでね。いや、そうだね。食べましょうよ。食べましょう。
え、じゃあどうぞ。お茶もいただきます。いただきます。口に合うかどうかわかんないですけど、もうほんと慌てて作ったんで、ね。4人前作った。ちょっと緊張する。あのね、きんぴら、先に言っとくよ、このきんぴらなんだけど、これパプリカの。はいはいはい、これはちょっと気をつけた方がいい。え？え？何気をつけるっすか？後味がすごい。最初はいいんだけど。はい、後味がね。なんかさっき、配信やってたんですけど、そこでなんかすごいなんか、やばいよみたいな、なんかコメントが来てたんですけど、めちゃくちゃ綺麗な、ね、すごい。ただもうそのままつけてきちゃえばよかったじゃん。もう全然気にしないで、ね。ああ、いやいやいや。なくてもいいから、ね。じゃあ。いただきます。いただきます。めちゃくちゃ色合いとかめっちゃ綺麗でね、うんうん、さっきも見えてると思うんですけど、じゃあウインナーはね、まあ無難ですよね。じゃあもうウインナー、ウインナー無難ですよね。ウインナーボイルしました。うん、ボイル焼きじゃなくてね、ウインナーだ。うん、うん、うん、まあ、写真用は私の撮ってあるんで、こっちね。けど普通に、うん、彩りとかもすごいですね。めちゃくちゃうまい。うん、あ、でももう私たち終わるから、うん、こっちでやろうよ、こっちで。こっちの枠で。もうあと2分で切れちゃうかな。あ、そうなんですか。そうだね。感想は、こっちでやろうよ、みんな。みんな。うるせえなぁ。今つけるっつってんだろう。今足はちょっと危険なんで、お弁当が。足で。今足はちょっと危険なんで、お弁当が。足はね。はい、うん。あ、もう切れちゃうね。あ、切れたのかな、これ。うん。